特に40代以降の女性から相談をよく受けます。血管が浮き出てきたけれど、これって病気なの？と不安になる方が本当に多いんですよ。早めのケアをして足元から健康を守っていきましょう。皆さんこんにちは。パレスクリニック静脈瘤専門外来の春山です。今回のテーマはですね、足に広がる糸ミミズのような血管、クモの巣網目状静脈瘤についてです。先生、最近ふくらはぎに赤や青の細い血管が出てきていて、特に女性の患者さんからよく相談がありますよね。はい、特に40代以降の女性から相談をよく受けます。血管が浮き出てきたけれど、これって病気なの？と不安になる方が本当に多いんですよ。なんか糸ミミズみたいな血管って表現よく聞きますよね。まさにその表現がぴったりですね。クモの巣状静脈瘤や網目状静脈瘤といった主に見た目に関わる静脈の変化なんですが、実は気がついたら広がっていたというご相談がとっても多いんです。それってだんだん進行していくってことですか？そうなんです。最初は数本だったものが何年かしてふくらはぎ全体や太ももに広がってしまったり、色が濃くなって気になるというケースもありますね。日常生活に支障はないことが多いのですが、気づいた時は足を出しづらくなっていたという方も少なくありません。これって自然に治ることってあるんですか？残念ながら自然に完全に消えるということはありません。マッサージや市販のクリームなどで血流を促すことはできるかもしれませんが、広がった血管そのものを元に戻すのは難しいんです。痛みが気になるだけじゃなくて、なんとなく足がだるいとか夜に足がつる、そんな症状を感じている方もいらっしゃいますよね。そうですね。ただそういった症状がある場合は、クモの巣網目状静脈瘤だけでなく、伏在静脈というもう少し深い静脈の弁の機能の低下がある可能性がありますので、見た目が軽そうに見えても一度超音波でしっかり確認しておくのがおすすめです。でも先生、そういう血管ってどうやって治すんですか？手術しかないんでしょうか？ご安心ください。多くの場合、硬化療法という注射の治療か、ヤグレーザーというレーザーを使って治療することができるんです。1つ目は硬化療法です。血管の中に硬化剤という薬を注射して血管を閉じる治療です。とっても細い針を使うので痛みはあまりありませんし、10分程度で終わって歩いて帰れることが多いんです。思っていたよりも負担が少ないんですね。これなら多くの方が受けやすそうですね。ただし治療後に茶色く色素沈着が出現したり、治療した部位が少し硬く感じることがあります。だいたい半年以内には自然に目立たなくなりますが、気になる方は事前に説明をしっかり聞いておきましょう。受けられない人もいるんですか？はい、喘息の方や過去に血栓症を経験した方、ピルを使用中の方などは注意が必要です。2つ目はヤグレーザーです。これは血管の中のタンパク質をレーザーで固めて閉じる治療で、注射が苦手な方にも向いています。仕上がりが自然で色素沈着も少なめというメリットがあります。治療の範囲によって通う回数などが変わってくるんですか？そうですね、広い範囲を治療する場合は複数回に分けて行うこともあります。どちらを選べばいいか迷いますね。迷って当然です。血管の状態や治療後の印象、注射が大丈夫かどうかなど、患者さんごとにベストな選択肢が異なります。ですので主治医と相談しながら決めていくのがベストだと思います。このくらいの症状で病院に行っていいのかなってためらう方も多いと思うんですが、まずはお近くの静脈瘤の診療に対応している病院やクリニックで相談してみることをお勧めします。症状がある方の場合は超音波の検査で問題がないものか確認してもらえると思いますし、治療の選択肢についても丁寧に説明してくれるはずです。いくつかの病院を比較しながら自分に合ったところを選べると安心ですね。そうですね、クリニックによって扱っている治療も異なるので、事前に確認してみると良いと思います。これくらいで相談していいのかなと思わず、気になったら早めにチェックしておくと安心ですよ。足が綺麗になると前抜きになりますよね。はい、静脈瘤の治療は見た目にも関わるため、症状の改善とともに生活の質の向上につながる可能性があるとされています。早めのケアをして足元から健康を守っていきましょう。
最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が参考になったと思ってくださった方はぜひいいねとチャンネル登録、そして動画のシェアのフォローよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ではまた。